明治世頃のヒゲた醤油ヒゲた醤油株式会社は東京都中央区に本社を置く醤油などの調味料メーカー。かつては調子醤油という社名。社名は他の四隅にヒゲがついたようなトレードマークに由来する。工場や営業などの拠点は創業地である千葉県調子市にある。1616 16年を創業とし、企業キャッチコピーは江戸の味を伝えて4世紀。 商標の元になった、ニューザンデン関東地方の醤油メーカーでは、歴史が古い会社の一つである。社名及び商標の髭形の由来は、創業家である田中家の親号、ニューザンデンにちなむ。大阪夏の陣の翌年で、江戸開府から13年後の1616 16年、下佐国、長子の合能、第3代、田中現場が、摂津国、西宮の酒造家、 新儀クロウエモンの勧めで、調子で、ため醤油の醸造を始めたのが、同社の起源である。新儀は、江戸海府に伴い江戸日本橋本船長に、出店し西の宮クロウエモンと称して、種類とともに、暴走の鮮魚の販売をはじめ、幕府の鮮魚御用にもなった商人で、原禄時代には鮮魚専門となり、酒、醤油販売は、分店して、新儀長兵が行った。 1697年代後代、田中玄馬が、原料に小麦を配合するなどして、製法を改良し、現在の濃口醤油の醸造法を確立させた。1728年に、それまで農家の副業であった醤油作りを本業とした。1754年、同業者の増加により、江戸に醤油丼屋が設置された際には、仲間内を集めて、規約を作り、 廟画金上納に当たった。1802年には今宮村に醸造所を新設するなど長年にわたって改良を重ね、1864年に幕府が深川にもみくらかり役所を置いて初版物価の整理を行った際には野田、長子から7つ選ばれた最上品の一つに選ばれた。1867年、東京の中外省を通じて宮内省に上納すると、 大前職の御用となり、制度変更により1891年からは、京橋に井堀町の醤油富や森六郎を通じて納入することとなり、1899年には、宮内省御用達となる。1897年には、本庁市長に第二醸造所を新設し、翌年、同業の浜口、岩崎良家と共同で、薬学博士、 田原義澄設計の醤油研究所を設立して科学的な研究を始める。1902年に陸軍により瓶詰醤油の上納を命ぜられたのをきっかけに丸型瓶入りの醤油を発売。瓶詰醤油はそれまで海外輸出の見本化。国内においてはビールの空き瓶を利用したものはあったが専用の瓶で発売したのはこれが日本初となった。日露戦争では 陸軍缶詰調味料に指定され、水筒式落地イラビンの醤油を考案、戦後一般にも発売し、1906年には実用新案として特許も認められた。シカゴ万国博覧会をはじめ、海外の博覧会にもたびたび出品、受賞し、ミラノ万国博覧会では最高名誉賞を獲得してイタリア皇室にも上納した。1914年に、 田中家のひげた印と浜口家の地上佐印、そして、鍵台印の深井家の三蔵が合弁して、調子上油導司会社を設立。その後1918年に株式会社に改祖され、さらに1976年に現社名に変更され、現在に至る。1937年、当社と同じ千葉県に本社を置く、醤油メーカー作用手の野田醤油株式会社と、 資本提携を結び経営統合するが、1947年に経営分離。1966年には販売委託で、キッコーマンと再び提携を組み、2004年、同社と58年ぶりに資本提携を結んだ。かつて、醤油輸送専用の貨車を醤油メーカーで唯一所有していた。醤油などの調味料事業のほか 醤油を醸造する際に使われる麹菌を利用したバイオテクノロジー事業にも参入している。画家、絵本作家の岩崎千尋は、1952年頃から晩年まで20年余り、同社の広告ポスター絵を担当した。長子醤油初代社長、浜口吉米衛。山佐醤油の九代目、浜口吉右衛門の弟で、長子港の近代化整備に尽力し、港近くに、 銅像も立つ、山佐醤油の浜口家と同族で、こちらは代々吉右衛門を名乗ることが多い。初代の浜口吉右衛門は山佐の初代の浜口義兵の兄である。ひげた醤油は黄色いラベルがトレードマークである。ここでは家庭用を中心に紹介する。ありがとうございます。